こんばんは、ショールーム直っててよかった髪型かわいいね、だってくるりんぱをしてピンで留めました。でもね、前髪がちょっと嫌で。大丈夫よ。いちご、いちご、今日は白湯です。こんばんは、チョコさん、こんばんは、ありがとうございます。本日も可愛いだって、ありがとうございます。やわ、キャワ、アナンちゃん、ヤッホーでコーティさん、ありがとうございます。コーティさん、いちご味はしないんですけど、さゆ、さゆ、冷たい水がなかったからさゆにしました。これフライングタイガーってとこで買いました。なんか他にもレモンとかいろいろありました。ネーポーさん、こんばんは、ありがとうございます。だからいつかまた違う、なんかね、スイカといちごとレモンとキウイみたいな、もう一つの4つセットぐらいで買いました。バズさん、こんばんは、ありがとうございます。50カウント完了、ありがとうございます。今日はあと残り40分ぐらいやりたいと思います。カノンちゃんの配信見ましたか皆さん。すごい、もうすーカノンちゃんの妹めっちゃすごい。なんかね、カノンちゃんの歌、あの、聞いたことあったんですけど、妹の歌声をハモってんのめっちゃすごかった。はじめさん、こんばんは、ありがとうございます。ペットボトルにぴったりなんですよ。そう、うますぎた、本当にめっちゃうまかった、めっちゃびっくりした。ウェイズさん、こんばんは、ありがとうございます。あったかい。かのんちゃんの配信今度見てみようかな。ぜひ見ていてください、本当にいいから。今日のコーディネートはこれ普通の黒のスウェットなんですけど、それに襟を入れて、下はチェックのスカートを履いてます。また全身はモバメでチェックしてください。ダイダイさん、かわいい、ありがとうございます。シンガーサンタさん、本当にシンガーサンタさん。あ、そうで、今日は私のあだ名を決める日だったので決めていきたいと思います。皆さんからのハッシュタグのやつに答えていきたいと思います。楽しみにしてます。ヒョウ柄帽子のキョッピさん、かわいい、ありがとうございます。まずカズさんからの名はズッキのニコニコモデル、ありがとうございます。シーくんさん、ハートありがとうございます。あ、シーくん、ありがとうございます。で、トシさんからはズッキの専属モデル、かっこニコちゃん、ありがとうございます。十期のひまわりもとしさんが書いてくれました、ありがとうございます。声枯れ気味？そんなことないと思うけど、ありがとうございます、ハート。ということで、ひまわりとかニコちゃんとかモデルとかその辺で組み合わせた、組み合わせてもらいました。あ、モバメの返信で送ってた？見た気がする。見れると思う。あ、待って、あ、見れます、見れます、見れます、見ていますね、見ていますね、モバメの返信。どれかな、あ、なんか見たんだよな、どれか送ってくれてんの。どれだったかな、待って、見つけたいけど。今日の髪型可愛いねって、ありがとうございます。何々芸人しか思い浮かばんだってえ、待って、どれだったっけ、忘れちゃった。なんて打ってくれましたか。じゃあここでも募集したいと思うからテロップに打ちます。まさきさん、こんばんは、
ありがとうございます。どれだ、これか。多分前に送っちゃったから見つけられないかもって。じゃあコメントで待ってます。こだまさん、三色団子ありがとうございます。リアル募集します。はい、リアル募集をします。マッチさんありがとうございます。ちょっとなんて言えないの、ただのデブムルさん、かわいい、ありがとうございます。トマトさんこんばんは、ありがとうございます。ともあきさんこんばんは、ありがとうございます。10期のニコニコモデル、10期の専属モデルとか、その辺。制服が似合うアナなんだ。服かわいいな、シンプル。なんか顔がでかく見える。50カウント完了だった、ありがとうございます。何がいいかな、何がいいかな、何がいいかな。襟付きかわいい、10期のスマイルプリンセスだった。あ、いい、いや、それにしちゃう。何の服でも似合うアナなのって、すごい、ありがとうございます。じゃあその辺を組み合わせて10期の10期のトナカイさん、ありがとうございます。10期の10期の何がいいかな、10期のスマイルモデル、10期の何でも何の服でも似合うアナナ、10期のスマイルプリンセス、じゃあみんなの組み合わせて10期のニコニコモデルにしましょうか。そんな感じでいいですか。10期のニコニコモデル、小玉さんありがとうございます。50アナナン完了、ありがとうございます。ニコニコモデル OK、 ありがとうございます。あ、元気っ子もいいね、確かに。また今度作りたいと思います。いいっすね。いいねだって、ありがとうございます。ニコちゃん尊い、ありがとうございます。あやさんの好きな言葉、尊い。あ、事故ってる、よいしょっと。画面疲れた、あ、面談疲れたか、お疲れ様です。そう言ってたね、ニコニコモデルいいと思います。今日も照明も一緒だって、今日も眩しくないですよ。ちなみに下にもいます、今日は。みーなん尊い。みれいちゃん今日やってなかった。ということで、今日はお久しぶりにやっていこうと思います。懐かしいやつ、昔のね、タイトルが
あるんでしょう。よじりんさん、ありがとうございます。これはよくない、アルパカ。あ、一番受けたのはやっぱこのシリーズな。ということで、皆さんにお題を出していただきたいと思います。ぜひどんどん書いてください。はい、よこ、お絵描きコーナー、こっちゃん画伯コーナーにしよう。コーナーにこちゃん書いてほしいもの書いてください。ご飯食べてくるねって言ってらっしゃい。飴玉ペロペロキャンディーでいいですか。じゃあ飴玉にします。飴玉ぐらいはかけるよ。でこっちも書くね。なんか雑い。はい、うまい、かわいい、かわいい、ありがとうございます。まあまあ出来栄え良くないですか。私流顔をつける、スクショタイム。飴、ちょっと字が汚いけど、はい、オッケー。まあこれぐらいならね、かけるんですよ私も。はい、次のお題、ウーパールーパーに見えた。そのウーパールーパーはかけないんですよ私。はい、いただきました。商品化希望だって、やったね。サンシャイン世界書いてるって。え、観覧車が来ますね。じゃあ観覧車が来ますね。観覧車が来ますね。メロンぐらい書きますよ多分。かのんちゃんオーディションの場所、オーディションの場所ってか、メロン、メロンをかける、メロンをかける。でなんかこんな感じでしょ。あ、待って、観覧車に見えなかった。観覧車に見えなかったん。見える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 、よかった。これさ、突っ張り出せばいいのかな、こうやって。でもうちょっとこれをこうやって、こうやってやればいい。よくないですか。やったー、観覧車だって。タタランタタンタンタン、観覧車。なんか足りない、何が足りないかな、何が足りないかな。わお、回ってる感じで矢印書く。はい、あ、これ、これで、これで観覧車に見える。みかんの中身に見える。はい、チーズ。オッケー。じゃあ次はアダンが書くから何に見えるでしょう。